今のはクリスが水墨画を描いた時に流れていた曲へえ授業で水墨画なんてやるんだううんこれは美術部の課題やってめっちゃ楽しかったで手び力くやってるよなクリスは二宮金次郎をペンキで塗ってみたり学校の靴箱を派手にしてみたりすごいなそんなこと幅がくてやったら大騒ぎになりそうだ誤解しないでくれ赤木くん 二宮金次郎像に着色されたときは羽がくも十分大騒ぎだったこのときはかなりの人気だったよな二の金やろやろ二宮さんも喜んではったで笑顔がピッカーって光ってたもんそれは君がさらに金色のペンキで塗ったからだろうああひかみくんナイスツッコミやああ、そうかいうんバッチリやったさすがひかみ先生あうんうん 過ぎたことをいいいつまで気にしていても仕方ない今となってはいい思い出だしねひかみくんって案外乗せられやすいタイプみたいだな今度は何しようかなあ,あそそや音楽室の肖像画をみんなお茶目さんにダメだ生徒会執行部の一員としてそれは許可できない公共物に着色なんて強行物はあかんの 強硬物物じゃない、公共物だやるんだったらもっと別なものにしたまえ別のものだったらいいんだ思いっきりクリスに流されてるなちょっと面白いからほっとこう佐伯くんがそう言うならそしたらヒカミくんモデルになってくださいああそれならばってええ、急に何を言い出すんだ君は乗りツッコミもいけるんやなヒカミくんはさすがやわありがとう ノリつっこみが何なのかはさておきモデルって君まずは髪の毛を下ろしてもろて、はい、こらやめないかメガネを取って収集がつかなくなってきたので,でそろそろ曲紹介を収集つかなくさせたのって僕たちだけどなアマチ出番さすがの佐伯先輩もまだ赤木さんにはつっこめないですかうるさい早くしろはーいこの後は クリス先輩と僕、アマチ翔太のテーマです。ステイチューンでお願いします